石原慎太郎前衆議院議員が16日に行った引退会見、はい、で橋本市長を絶賛しましたということなんですが、橋本君とはやっぱりそう優れた政治家だと思いますよ、うん、それからやっぱりね、大阪がしっかりしてくれるんだ、日本が困るわけ、うん、もうね、車の料理ミーターのもんだからね、東京と大阪、ね、やっぱりその大阪なんてね、もう昔のね、五大都市入ったのがね、今の脱落してしまってね、うん、日本で最大の、2番目の都市ってのは横浜になっちゃったでしょ。はい、新幹線だって川崎止まざるを得ないんだよ。それぐらいね、つまり、そのなんか首都圏にも、ね、人口が集密しちゃってね、うん、これも良し悪しなんですよね。うん、なるほど。で、大阪をね、まあね、大阪の都構想ってそのネーミングも良くないけどね、なんで大阪東京都なんだ、都なんてバカな話なんだ。都ってのはやっぱり元首がいるところだからね。そうそうです。国会があってね。だけどまあ、その大阪を立て直すためにはね、彼はやっぱりその都構想って風呂敷広げたわけだけども、この間も説得したんだけどね、ちょっと風呂敷をね、広げすぎたね、自分でね、しまわなきゃいけない、その責任があるから、それは君違うって言ったんだ、僕は。急がなくちゃいけないことだったら、君はやっぱり国会戻ってこない、ね、出てこなかったらね、何も動かないよって言ったの。うん、やっぱ今回のね、選挙、はい、さっきの選挙でもやっぱり橋本徹さんが出るか出ないかで維新の票の伸びっていうのは、はい、まあ、事前のね、調査ですけど、やっぱり、20ぐらい違うんじゃないかと出てましたんで、うんうん、そうなると、やはり、プラス20、さらにプラスアルファがあった場合は、やっぱ今回の選挙結果も大きく違ったんじゃないかと。うん、そういう意味では、勝負の時期だったんじゃないかなと、うん、思いまして、私も、直前まで維新の公認などもう一人何とかどうしよういるじゃないか、小賢しい役人挙げる小賢しいあんなやつじゃね、全然維新とか持つわけないよ、枝ってんだろう枝健二さんです、はい、小賢しい、あれベラベラよく喋るけどね、枝健二さん何でしたっけ、所詮役人上がりって感じがある、経産省でしたっけ、経産省、通産省じゃない、昔の、あ、そう、昔は通産省から橋本龍太郎総理大臣の秘書官になってで、そしてその後、議員になられたですが、共同代表ということなんですが、一応国会の立場は江田さんなんですよね、うん、ですからね、それも他には何というのかな、あの党の運営として難しいところで、うん、僕と彼とか共同代表の時もね、はい、その、うん、まあね、大阪がそのなんか製造発売元だからね、うん、やっぱり一応立てなくちゃいけないわけですよ、うん、だけどね、要するにとその大阪にいるとやっぱり世間がよく見えないんだよな。だから僕はそれ残念ながらね、うん、やっぱり橋本さんはね、大阪の井戸の中にいたらただの川津で終わっちゃうね。なるほど。やっぱりその出てみないと大会が見えないな。うん、やっぱり国という国会というところに、うんうん、これが逃すとちょっと先参議院のしかないですもんね、しばらくは。で、あれ、とりあえず彼参議院出たっていいじゃないですか、もうじき参議院の選挙あるんだから。それでまた衆議院移ったらいいと思うけどね、うん、石田さんも最初は参議院、そうですよね、参議院やられて、そして衆議院は25年全国でとにかく参議院出ましたね、はい、まあ、僕らしいよ、早くやらせてくれよ、うん、はい、そういうわけにはいってますちょっと次世代の党のことについて聞きたいんですけど、うん、今回もう次世代、あれ完全にネーミング間違ったと僕思う、ネーミング、うん、もうね、ネーミングとっても大事なんですよ、うん、それはね、次世代の党ったってね、説明しなくちゃね、石田さん、次世代ってのは僕入るんですかって聞かれる、お前年いくつだって60って冗談じゃないって、お前もう50死ぬんだろうって言ったんだ60は死なないんですか、いや、でもさ、とにかくね、そう、つまり次世代ってのは何のためのその政党ですか、だから次世代だって、次世代っていくつですかって、それやっぱり20代、30代の人ですよ、はい、今20代の人が夢持てないでいるからね、うん、その格差はやっぱり埋めるためにもね、ということと、うん、それからまあ後で申しますがね、日本はこの前言ったら下手すると信濃属国になるよね、うん、それやっぱりね、僕なんか孫が7人いますけど、その孫はね、大人になった時にね、信濃にでけつらさせたくないよ、この日本でね、うん、本当あいつは健康ってきてるんだから勝ったらいいじゃない日本は、うん、でも石田さんがその中国のことについて、これは将来でかくなるぞって言ってからもう二十何年経って、実際は例えば GDP 比で抜かれたという状況になったじゃないですか。もうその器具が実はもう現実のものとなってますよね。器具ではなくなったんですよね。この変化に対して日本政府が何かやったと思われます？日本そのものが。いや、それはね、そのね、いろんな見方あるんですけどね、
やっぱりね、そのね、その文明ってものの推進力ってやっぱり技術ですよ。その技術の開発が視野にある方はないんだよ、こんなものはね。やっぱりね、21世紀に入ってね、そのノーベル賞ってのはかなり平和賞とかね、文学賞ってのは政治的にいかがわしいしね、特に経済学賞ね、アメリカの学者がたくさん取るけどね、あいつらが作って会社でそういうのいっぱいあるわけだ、ね。一番信憑性のね、やっぱり科学部門ですよ。その科学部門でね、日本人がね、21世紀に入ってノーベル賞を勝ったら、ね、全ヨーロッパを上回るんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。知らないでしょ。これはとっても大事なことなんだよ。こういう、やっぱりそのね、数字ってとっても大事にしなくちゃいけないしね。じゃあ、その今の中国とかね、韓国なんかにね、技術の開発力がないじゃないですか。そんな学者一人も出てきてないしさ。その、ものが、なんていうのかな、新幹線日本で真似して作ったって管理能力がないから、ああいうバカな事故を起こすしね。あれ、そうですね。韓国なんて今大きな顔してるけどね。例えば、東芝が手を引いたあの国は潰れちゃうよ。サムソンなんたらね、東芝のね、開発途上のね、要するに半導体の技術とね、関係者を5倍の給料で雇ってね、盗み取ってたね、その要するに、なんていうのかな、まあ、栄えたんだけどさ、どこにその能力がありますか、彼ら。まあ、中国の場合ね、要するに、今一生懸命あの習近平あたりがですね、まあ、前国民党からもそうなんですけど、中国独自のものを作ろうと言って結局パクってるんだよね。そうね、基本的に。まああのまあ、中国の民間企業とかの、まあね、そういう機材とかなんかそういうのがあるんですけどね、あの民間の自動車工場、うん、あれがまあ民間で中国では随一中東とかにも輸出してるんですが、結局その独自のものだといってもなんか日産の映像を真似したりとかですね、そういうような形になってましてね、だから国策で創造的なものを作ろうって話になってるんですが、結局あの、まあ基本的には真似した方がお金もかからないし、うん、ということなんでしょうね。相馬さんはあのソウル支局にも、いやそんなこと言わないじゃないですか、ソウル韓国には何とか行かれたんですか。あまり行かないですね、あれ中国の人権運動ってね、どこまで広がりそうですか。いや中国の人権運動はかなりあの今圧迫されてますんで、基本的には難しいと思いますね、やっぱり合法的に憲法の範囲内でやったとしても共産党に反対するようなものはですね、全部逮捕されてますから、だからもう、まあ、やる意味で目をつけられたら終わりですよね。あなたは天安門事件の時にね、はい、あそこにいらして、ね、結構なる大事な人だけどね、あの時やっぱりね、鄧小平が実質的にはその最高指導者だったんですよ。そうですね。鄧小平はね、5人殺したらね、あと何人殺すか同じだって、ね、大殺戮やったんですよ。本当ですか。そうですよ。そうなんです。でだから、このまま行っちゃったら共産党潰れるという、要するに鄧小平は、我々は共産党を作ったんだけど、このまま行ったら本当に潰れちゃうからということで、とにかくもう号砲を出して軍の、ね、まあ、戦車を、タンクを出動させて、軍を、ね、出動させて、ね。彼はベトナムと戦争の時の最高司令官だからね。ベトナム戦争。そうそう。当初の時ベトナム戦争を始めた。で、あれはね、コテンパンにやられたんですよ。それはね、ベトナムはね、ロシアのバックアップがあってね、宇宙衛星から取ってるね、その情報っていうのを全部摂取してね、その鄧小平の軍隊をね、挟み撃ちにして山の中で全滅させたりね、それでね、とにかく中国はね、なんていうのかな、この前かのところで、どういうのかな、まあアメリカにこう、要するに接近するようになったんだけどね、まあ、とにかくいい加減な国だよ。西田さんね、ベトナム戦争も産経新聞の特派記者ですよね、特派員ですよね、行かれたの。読売。あ、読売でしたっけ、はい、読売の特派員でした。まあ、ベトナムというか、あれはベトナムにも行ってるんですもんね、戦争ね。中越の紛争ですよね。ベトナム戦争というよりも、中国とベトナムが、要するにカンボジアの問題を巡ってですね、まあ、ベトナムがそれを、あのカンボジアあたりをですね、かなりこの、やっつけたというかですね、そこら辺バックアップしたんで、中国がそれに頭に来て、ベトナムを、あの、要するに、まあ、懲らしめるというところでですね、鄧小平は軍を出した、中越紛争に。ところが、ベトナムというのはベトナム戦争でやっぱり10何年も20年も戦争してますから、全然中国の日じゃないんですね。その三国志出てくるけどね、その明軍師の諸葛孔明が一番手を挙げたのはね、越南だからね。ベトナムですか、今。あ、そうなんですか。すごいな。まあ大量に死んじゃったみたいですね。大量に壊滅されちゃってですね。だってアメリカと戦って勝ち、シナと戦って勝った国ってのはベトナムしかないじゃないですか。日本は勝って、アメリカに負けましたね。そう、負けましたよ、それ。そうか。それでもさ、僕言いたいんだけどね、もうね、今年ね、8月15日、僕はね、毎年の同じように、
靖国参拝した、参拝したんですよ。今年ほどね、靖国のね、境内なんかに人が溢れたの見たことないね。老若男女ね、もうほんとびっしり人がいた。やっぱりね、日本じゃみんなね、危機感持ってるんだなという感じがしましたね。あの、靖国会社は私も8月25日、1999年からずっと、はい、まあ、お参りに行ってるんですが、確かにおっしゃる通り、今年は多かったですね。あの、人数は数えたわけじゃないですが、はい、一時少なくなった時はあったんですが、今年は、あの、若い女性が多かったんですよ、印象として。非常に多いなという印象を受けました。この、はい、オペレードのコーナーでここまで話が展開するというのはやっぱりすごいなと思いますが、この最後に猪瀬知事がこの前、猪瀬直樹さんここに出たんですけど、猪瀬さんについては、やっぱりずっとこの才能を評価してるんですが、そうだから僕は自分の後継者選んでさ、バトンタッチしたんだけどね。あんなことになっちゃって。残念だよな。著名な政治家がね、いい小説書くってのは日本の社会って許さないな。I'm sorry と思うのは僕の作品に対してだな。俺が政治家だったためにさ、正当な評価を受けてないね。